1番長崎井上雅樹、2番石川小坂井浩二、3番福岡田中誠、4番長崎坂本正和、5番同じく長崎の平尾和明、6番沖縄八木浩二、7番福岡林大吾。最終11レース S 級準決勝以上の7選手によって争われます。距離2015メートルバンク5周、先頭誘導員西田正史選手です。発走いたします。このレースは7人中6人が九州勢、勝ち上がりでは9レースで九州勢が2人まず勝ち上がりを決めています。5歩なって最終11レース S 級準決勝のスタートです。内から井上、外から平尾と早くも指定コンビが前へ、そして坂本正和と長崎トリオが前段をキープしました。5番1番4番です。2番の小坂井浩二が4番手に入ります。福岡コンビの林大吾、田中誠、その後ろに沖縄の八木浩二と、ここも隊列整って3対1対3、1周3コーナーです。まず正攻法は5番の平尾和明です。マーク井上正樹とここは指定コンビ、西武園記念以来の連携ということになります。4回目の同じレース、その前回その一つ前といずれも井上正樹が1着を取っているという連携実績があります。昨日は前受けから逃げ粘って2着の平尾、そして、特選では巻き返したものの浜田に合わされてという形になった井上ですが、ここは全幅の信頼を置いて、そしてもちろんその気持ちを受けての機動力というところの平尾と井上の並びということになっていきます。3番手同県長崎の坂本正和、昨日は原口のまくりマークで2着でした。そして短期4番手2番の小坂井浩二です。昨日は直線追い込んで2着、上がりが11秒7でした。両ラインの攻防をどう巻き返していくでしょうか。一方平尾に対してここは負けん気を見せたいところ、7番の林大吾、昨日はジャンセン校から地元吉本を連れての逃げ切り勝ち。今日の追走は田中誠、昨日は水戸浜田のマークというところからしっかり捉えていきました。この福岡勢を追っては6番の八木浩二、昨日は九島のまくりマークから筒井に切り替えて2着とうまく立ち回っていきました。さあ残り2周を迎えようという手前の4コーナーです。誘導と車間切って出方を待っている平尾、一方7番の林も徐々に進出開始。さあにわかに動きが出てまいりましたが、一旦下げてここは誘導外させました。林5番手、一方平尾はもうそのままの展開から逃げていますが、徐々に後方から加速をつけて林もまくっていきます。打掌で一気にスパートは後方から林大吾、これを一番井上牽制する、その内へ盛り込んでいったのが田中。さあ平尾の後ろはまったのが田中、3番手に井上、残り1周回です。その後ろが坂本と林の並走ですが、林はやや交代。4番手が坂本、その後ろから2番小坂井です。2コーナーからバック、さあ5番手の小坂井、前段4車をまくりに行くか。番手から3番の田中誠も番手幕に放っていく、バックから3コーナーどうでしょうか。3番の田中がまだ粘っている、その外まで巻き返したのが小坂井、これを牽制していく。1番の井上、さらに内をついていく、直線コース抜け出していったのが1番の井上雅樹、あとは3番2番と接戦です。井上雅樹が抜け出しました。2着争いは田中小坂井。最終11レース S 級準決勝が終了しました。平尾の後ろ、結局田中がはまる格好となりました。小坂井のまくりを牽制する間に井上が静かに行為立ち回ったところから内から抜け出していました。1着を取ったのは井上で、それから3番田中と2番小坂井の2着争い、ここはゴール前かなり接戦になっています。決定お待ちください。以上最終11レースでした。明日最終日もどうぞお楽しみに。バンクは乾いて上空はどんよりとした曇り空の広島競輪場、チャリロトバンク広島です。 S 級シリーズオッツパーク杯の2日目、レースは佳境を迎えて第10レースを迎えます。 S 級の準決勝の2つ目です。
2班ながら特選スタートとなった中井に地元の吉本哲郎がつけるラインが上位の人気となっています。別戦は九州三社の鶴、松岡、そして大野、そして四国勢が小原、浜田というライン3分線の攻防です。では対戦メンバーをご紹介していきます。10レース、1番愛媛の浜田浩二、2番熊本松岡孝明、3番地元広島吉本哲郎、4番大分大野五郎、5番奈良中井大輔、6番福岡鶴良生、7番高知小原修介。第10レース S 級準決勝以上の7選手によって争われます。距離2015m、バンク5周回、先頭誘導員は船瀬純平選手が務めます。発送いたします。号砲鳴って第10レース S 級準決勝のスタートです。前は内枠の3人が争っています。内コーナーあたりまでは並んでおりまして、誘導の後ろまで差を詰めましたが、ここで外を上がった吉本か、いや内1番の浜田か、ここはまだ前は落ち着いていません。さらに2番の松岡も絡んで各ラインから1人ずつ誘導の後ろの攻防は、まず1番の浜田が内からどうやら取り切ったか、いやもう一度アタックしていく3番の吉本。ここは吉本が前に入りました。浜田が2番手となっています。中段から5番の中井が上がり、吉本との連携ができていきます。中段キープの形になった1番の浜田、7番の小原がここで上がっていきます。したがって九州勢は後方へとなっていきます。ようやく並び落ち着いて2周バックに入っていくところです。まず正攻法は5番の中井大輔。今節は S 級一般が6人ということで、特選スタートとなった中井、大きな着とはなってしまいましたが、ここはしっかりと地元吉本を連れての競争を期待されます。マーク3番の吉本、こちらは昨日林大吾のマークから、大谷を牽制からという競争でした。残り3周を切りました。3番手には7番の小原、ホーム叩いていったんですが、救われて3着という結果。今日は3分線でどう立ち回っていくでしょうか。マーク1番の浜田浩二、昨日は水戸をしっかりとマークする競争でした。後ろは九州勢です。青番バックからもう動いていきます。昨日逃げ切り勝ちの鶴、昨日250勝を達成した松岡、そして車間切って牽制からしっかり抜け出していった大野、この3選手がまず動いていって小原を抑えています。九州勢は中段外、小原を抑えて3番手外で残り2周回を迎えていきました。さあ徐々にピッチ上がっていきます。鶴が仕掛けていきます。中井も抵抗しますが、ここは鶴の踏み出しがよく、ラインがほぼできていって、打掌から3コーナーです。3コーナー3番手インコース、中井粘っていますが、九州勢ができっていきました。一方これを小原が巻き返そうと、ホーム上がっていきます。今2番手外、残り1周回です。鶴の先行に巻き返していた7番の小原、さあ両自力タイプがもがき合っていますが、2コーナーからバック、ここは鶴がまだ前をキープしているんですが、この外5番中井が一気にまくっていく、地元吉本を連れてまくっていきました。中井のまくりが決まって3コーナー、マーク吉本、3番でキープは7番の小原、その後ろからは1番浜田、4番大野あたり追い込んでいきますが、直線コース前は中井と吉本のマッチレース。さあゴール前どうでしょうか、わずかに吉本か、3番5番そして4番の大野か。第10レース S 級準決勝が終了しました。ホーム後方の中井、バック前もがき合っているところを一気にまくっていきました。吉本がしっかり続いて2番手、3、4番手四国勢粘っているところを最後大野が伸びていました。しかし前はマッチレース、中井を地元吉本が捉えていきました。地元勢の1着はこれが今節初めてではないでしょうか。そして3番5番のあと4番大野、
今日もいい伸びを見せました。決定もう少々お待ちください。10レースでした。まず上がった池野は原口を抑えていって戦いを優位に進めていこうというところです。そして原口、3番手インコース、アウト池野が打鐘前からスパートしていきます。そしてこの両者の後ろに5番野田が続いていき、前受けだった伊藤が4番手、そして原口は伊藤を連れて後方という形になっています。池野が逃げていきます。残り1周回です。池野追、そして3番手に野田です。6番の伊藤は現在4番手で2コーナーからバックに入っています。ホームと展開変わらずというところ、3番手から野田源一が仕掛けていきます。2番手に収まっていきますか、そのまま巻き返していきます。これを追っているのが熊本勢、伊藤に中村、そして原口も巻き返していきますか。直線コースまくり切って先頭5番野田源一、あとは6番伊藤か3番の原口か。上野は早くもペースを落としてこの動きに待ち構えてという流れです。残り2周で月森が抑えて、ここはいい粘っていくかどうかというところ。3番の上野、どうやら前受けから番手インコース粘っていく形となりました。したがって短期勢の中部勢はこれを見る位置という候補になっています。さあ打鐘を迎えていきました。抑えていった月森の番手戦は前受けからイン粘りを試みている上野、その外に5番が網谷ちゃんの4コーナー、まだペースはスローです。短期勢も村上、岩本、まだこの並走を見る形、 2,3 番手がほぼ並走という形になっています。残り1周を切りました。ペースを落として落として、ここはマイペースに持ち込んでいこうという月森ですが、もう1センターからは村上拓磨が一気にまくっていきます。月森を捉えようというところ、がっぷり四つの展開になって最終バックです。さあここは粘り切れるか、月森巻き返す村上ですが、ちょっとここは内を救われて今2番手です。4コーナーから挑戦、前しのぎました1番月森、そして村上が2着、3着に3番の上野です。1番4番3番残り2周です。九島を抑えてさらに前へと上がっていきました。5番の工藤、マーク3番小川には岐阜勢が続いていきます。4番藤岡もここへ乗り換えて、九島はこれで後方6、7番手とラインは下がる形になりました。工藤が前へ出て後ろの様子を伺いながら打鐘です。3番手には谷田、5番手に4番の藤岡、1番九島は6番手、中段以降の動きを警戒しながら徐々にペースアップ、5番の工藤です。中段以降仕掛けはまだなくペースを上げていく5番の工藤の先行です。残り1周を切りました。マーク3番の小川、3番手に2番谷田、谷田はどのあたりから仕掛けていくでしょうか。2コーナーからバック、立ち上がったあたりから仕掛けようとするんですが、3番の小川圭司がこれを牽制、そしてここを乗り換える形から7番の松尾潤が3番手に上がっていきました。1番の球審をまくっていく、4番藤役も外へ伸びているんですが、先頭5番の工藤、3番の小川かわしたか、あとは4番の藤岡。残り2周回です。別線の動きをまずちらっと確認してから踏み上げていきました。5番の滝本、1番吉永と続き、その後ろに入ったのが3番高平、4番の大谷です。6番大戸島で短期勢が中段に続いています。打鐘です。これで佐山が6番手となっています。3コーナーから佐山が巻き返していく、合わせてペースを上げていく滝本、しかしここは2番の佐山がいいスピードで一気に捉えていこうと上がっていきます。吉川も離れながらついていく。残り1周回を切っていきました。まくった両者が先頭2番手、3番手から滝本、吉永、その後ろに高平が5番手です。2コーナーからバックに入っていきます。さあ高平あたりも徐々に巻き返そうというところなんですけれども、3コーナーから2センター、3番手キープの滝本もようやく前と追いついたところ、4コーナーから直線です。佐山先頭、2番手7番吉川ですが、5番滝本が追い込んでいく、牽制しながら抜けているのが7番吉川か。
残り2周でこの九州勢が前へと上がっていきます。これをうねきのラインが追っていきます。小竹が前へ出たところ1センター並びかけて踏み上げていき、打掌前でラインを出し切っていこうというのがうねき前反り、そして塩川ですが、ここをもう叩きに行きます。友永龍介です。打掌3コーナーで大田黒とともに主導権を奪っていきました。一方4番の小竹、今日も内を縫って上がっていく。さあ後位取りに動いていきます。今3番手で外がうねき、内に小竹ですが、ここを逆に外2番手までもう上がっていったうねきです。さばかれる前に動いていったうねき、一方突っ張っているのが6番友永ですが、ここは自力上位の1番のうねきがまくりを決めていきます。最終バック1番5番、そしてここへ3番の塩川まで続いていって、主役のラインができっていきました。一方これに襲いかかっていくのが4番手、外から4番の小竹、4コーナーから直線です。さあこれをしのいで番手からナイスルが差を詰めていきますが、振り切ったか1番うねきと接戦です。最後尾が中尾、残り2周回です。後方から清水が赤番で前を抑えて前後入れ替わっていきました。中尾が切れ目4番手キープ、尾形は打掌前、前受けから5番手という形になって、どう反撃していくでしょうか。鐘が入って残り1周半 600m を切りました。後ろの動きを警戒する四国トリオと追走3番中尾でジャンの4コーナーを迎えていきます。1番尾形はまだ今日はここは5番手で残り1周を迎えていきます。残り1周を迎えていきました。2番清水の先行でマーク4番佐竹、3番手6番の吉田、2コーナーに入っていく。4番手の中尾も尾形の動きをやや牽制しています。最終バックここは共に上がっていきます。両者は牽制しようという4番佐竹、さあ共にまくりは厳しい感じになって、4コーナーで四国トリオが粘っています。4コーナーから直線、2番の清水先頭から4番佐竹が抜け出す、あとは6番の吉田がそのまま続いてきました。残り2周、高井の動きに察知して高鍋も出ていくんですが、その外を高井が抑えていきました。抑えた高井が前に上がって主導権、中段に福岡トリオとなって後方篠原、中段高鍋は先ほどちらっと後ろの動きを警戒していましたが、ジャンの2センターさほどペースをまだ上げていない高井、後ろを警戒する高鍋、そして6番手にその篠原、ジャンの4コーナーから篠原スパート。さあ来たところをどう合わせていきますか高鍋なんですが、残り1周回結局両ラインが残り1周で並ぶような格好、3番手高鍋が篠原を牽制しつつ巻き返していくという流れになっています。最終バック高井を高鍋がまくり切りました。四国勢厳しい展開になりました。ちょっと行為もつれている、まくり切って高鍋、2番手に高木、3番手もつれたところしのいで1番篠原が上がっています。直線コース、マッチレースはどうでしょうか。2番高木です。残り2周回に入っていきます。後方から阿部博士が動いていきます。後位まで上がって誘導降りてまた位置を戻していきました。1センターへと入っていきました。前で待つ構えを取っています2番の竹本、ここは織り込み済みというところでしょう。一方4番手の阿部、どのあたりから巻き返すでしょうか。打掌を迎えていきます。残り 600m を切りました。内から中段あたり少し、波を作りながら抵抗している竹本に対し、2センターあたりから踏み上げていった阿部、中盤区を通って巻き返していきます。ペースを上げて竹本も抵抗していきますが、両ライン並んでいって残り1周回です。1コーナーに入っていくところ1番の阿部がまくり切りました。5番の林、3番の小林まで出切っていって最終バック山崎が切り替えて4番手という形になりました。巻き返しを決めた中四国勢が前段です。1番阿部、5番林、3番の小林、その後ろから外へ山崎、内に三木、直線コース、真ん中から5番の林が抜け出しましたが、4番の山崎も伸びています。3番の大久保直也が前に上がって様子を見ていきます。
さあ、誘導を下げたところで大久保が下げて寺崎も連動して下げていきます。再度この2人が後方となって初手と同じ位置取りになっていますが、ここは日朝が風を受けながらの主導権という形になっています。ペースはスローです。打鐘から3コーナーへと差し掛かっていきました。3番手阿部もかまし巻き返し警戒しながらやや外に張っていく動き、これを後方外目外目という形で様子を見ているのが大久保です。ジャンの4コーナーホーム手前から日朝がペースを上げていきました。残り1周回を切っていきます。前段中国勢日朝、そして地元の2人平坂に阿部良治、徐々に差を詰めていく4番手から3番の大久保ですが、さあようやく差を詰めて4番手真後ろというところまで上がっていきましたが、どうでしょうか。ここは3番手4番阿部良治が牽制していく、そして4コーナーへと回ってまいりました。直線コース番手の位置から5番の平坂が追い込んでいく。日朝を取られるか、押し切ったか、接戦です。